久保さん。やっぱ久保さんは、久保さんですね。<laughs> まあでもね、それ言っちゃうとおしまいなんですよね。<laughs> まあね、なんかね、気にしすぎなんですよね。なんだ。うーん。まあでも僕は気持ちはわかるっちゃわかるんですよ。僕も、あのー、引きこもりの時あったんで。うーん。でも本当になんだろうな。まあ、それでいいじゃんって言われればいいかもしれないですけど、まあ、あのー、何も働かず、 うーずっと引きこもってで、ずっとゲームして、何も、1円にもお金にならない。で、親のすね感じてる。じゃあ、10年後、20年後、30年後、親が他界したら、何すんのっていう。俺どうするみたいなね <laughs>。まあそ、そっか、いや、それはそれでその場で考えればええやん、みたいなね <laughs>。僕がね、不安に思ってたのが、やっぱ金の問題ですよ。結局は。うん。やっぱ、っぱそのね、 あのーまあ、自動的に言うと親の方が先に死,死ぬわけじゃないですか、で今はよくても親が先に死ぬわけなんで、<laughs> じゃあその死んだ、まあ、その家が、ね、めちゃめちゃ親の資産がめっちゃあってね、なんか遺産相続で、ね、なんか何億円ありますとかだったらまあ余裕かもしれないですけど、まあ、一般の家庭だったらまあちょっときついじゃないですか。 なんで、まあ、その、お金のことは、まあ、引きこもってても、まあ、最低限お金のことは考えないと、生きていけないんで、じゃあ、親が死んで、お金がなくなったら、僕はあの自殺して死にますっていうことだったら、まあ、それはそれでも、その人の人生なんで、まあ、あれなんですけど、まあ、生きていくんだったら金必要ですからね。まあ、じゃあ、まあ、でも、それも考え方で、いや、そうなったら、ホームレスします。そっか、みたいになるんで、僕は、あの、屋根ついてなくてもいいです、みたいなね。 あの炊き出しで生きてきますみたいなね。ううそうっすかみたいな。<laughs> いいんじゃないですかみたいなうん。ただまあ、あのまあ、普通に屋根ありで、屋根ありで、ある程度飯食えてうーん、ある程度コンビニで買えるとかね。うーんなんかそういう、まあ、まあ、その最低限の生活っていうのは、その人によって変わるとは思いますけども、なんだろうな、食費3万ぐらい使える生活ですよね。わかんないですけど。 <laughs> まあそれもね、まあ結局その人によって変わるんでね。だから結局その人がどうしたいかじゃないですか。だか僕はその引きこもりの時に、このままだったらいろいろ考えたわけですよ。ね、まあさっき言った通り、親の方が先死ぬし、このまま、そのね、就職も何も働かず、お金どう,どうするって話なんで、だそこは考えましたよね。うん。だもしも、その、なんか貯金が10億円ぐらいあって引きこもってます、いいんじゃねみたいな話じゃないですか、もはや。まあ上がってるんで、単純に <laughs>。 <laughs> で親にもね、貯金の10億あるから、逆にいつもお世話になってるからって、その10億から分配して、そのまあ、家賃代ですとかね、食費代ですとかね、じゃあ,あの、家賃と食費で30万ずつ毎月上げてるっていうその10億円からね、めっちゃよくないですかあ、なんかごめんね、ありがとうみたいなね。<laughs> ねでね、親がね、あのそのもう、えー、なんだあの、結構きつくなったら、じゃあ、高級なねその、老人ホーム入れたりとかね。 なんか5000万とか1億ぐらいのところ入れてあげたりとかね、わかんないですけど。<laughs> ね一つ言うのは、やっぱお金の問題は考えた方がいいんじゃないかなっていう。引きこもっててもいいけどうーん、引きこもりながらじゃあどうするって話ですよね。今は引きこもっても稼げるんで、久保さんと僕なんか引きこもってますからねうん。引きこもっても今稼げるんで。今はね、引きこもっても稼げますから、逆に引きこもらないと稼げないんで。だからお金の問題ですね。 え久保さんどう思います多分お金の問題じゃないですか多分これって <laughs> おー。まあいろんな考え方があるんで、まあ親が死んで、その生活費がなくなって生活保護を受ける、えー、もしくはホームレスでもいいっていうね。全然それでも幸せですよ。OK じゃないですか。だからまあお金の問題というか、その人がどう生きたいかですね。結論。ですね。その人がどう生きたいかっていう。 でも、その、それは僕には分からない。久保さんにも分からない。その人ちゃうから。僕は、引きこもりになる時この時、ま、このままの生活は嫌だった思ったし、親のすねかじり続ける。うん、もう僕は嫌だなと思ったんで。うん、自分でなんかお金稼がないといけないなとか、なんかやんないといけないなとかね。やっぱ思って、最終的に思ったんで。うん。な感じですかね。いってらっしゃい。